ザジキザジキとは、オットマンのメゼまたは、前菜の一つであり、スブラキとギロピタに添えるソースとして使われる。日本語の文献では、ザジ,ジキや、ザチキ、ザチキ、ザジキなどの金天気も見られる。ザジキは、通常羊、またはヤギの乳から作る水切りヨーグルトに、きゅうり、ニンニク、塩、オリーブオイル、胡椒、イノンドを加えて作る。レモン果汁、パセリ、 ミントを加える場合もある。キュウリはピュレして水分を絞るか種を除いてみじん切りにする。さらにオリーブオイル、オリーブ、ハーブを仕上げに加える場合もある。ザジキは冷たいまま供される。観光客向けレストランや国外ではザジキは前菜としてパンと共に供される。ギリシャ、キプロスおよび地中海地域ではこの料理は肉料理の付け合わせとしても使われる。 酸味が脂っこさを軽減するため、ザジキはスブラキとニロピタのソースとしても使われ、この場合特にアメリカ合詞中国ではキュウリソースと呼ばれる。ジャジュクギリシャのザジキはトルコ料理のジャージュクに由来する。ジャージュクはザジキと同じ材料を用いるが、水分が多い。キプロスではこの料理はタラトゥーリと呼ばれ、ギリシャと異なりニンニクは少なく、ハーブやミントを加える。 ギリシャのセファルディムもこれをタラトールと呼ぶ。ブルガリア及びマケドニア共和国では同じ料理はタラトールあるいは水分の少ないタラトールまたはスネジャンカサラタと呼ばれアペタイザーとして供される。ヨーグルトを布に包んで数時間吊るし水切りヨーグルトにしてからキュウリ、ニンニク、ひいたクルミ、塩及び植物油を加える。イラクではジャジイクとして知られ。 一般に、メゼとして、アルコール飲料、特に夏目シから作るアラックと共に供される。カフカース山脈で、オブドゥフと呼ばれる、類似の料理は、ヨーグルトの代わりに、ケフィアを使用し、さっぱりした夏の飲み物となる。これを野菜、ゆで卵、ハムの上からかけると、カフカース式、オクロウシカと呼ばれるオクロウシカの一種を作ることが、できる。イランには、ザジキに類似した、 マーストヒアールという料理がある。より濃厚な水切りヨーグルトを使用し、薄切りのキュウリ、ニンニク、ミントを混ぜ入れ、砕いたクルミやバラの花びらを加えることもある。ヨーグルトの水切りには時間がかかるため、アメリカ合衆国ではヨーグルトの代わりにサワークリームを使ったり、ヨーグルトとサワークリームを混ぜて座敷を作ることがある。しかし、現在はいろいろな脂肪分のギリシャ式、 水切りヨーグルトがスーパーマーケットで販売されるようになり、濃いヨーグルト製の座敷を短時間で調理することができるようになった。座敷は北インドのラーイターや南インドのパチャリと比較されることがある。ラーイターやパチャリもヨーグルトをベースにした冷たい野菜料理であるが、キュウリ以外の野菜を使用することもあり、さっぱりした副菜として他の料理と共に供される。ありがとうございます。